こんにちは、すみやです。今日は、フィルターを交換してみようと思います。今私が持ってるのは、最新のというか、もう何ヶ月も前に買ったんですが、まだあんまり普段は使っていない、オプトドンの l アルティメットというフィルターですね。でこの l アルティメットが今、 公害カットフィルターとしては、私が今持っているものの中で一番最強のものですね。l x t r e m e という1.25インチのアメリカンサイズの公害カットフィルターは、ネプチューン C2 とか、ウランの寿司で使ったことはあるんですが、1.25インチのアメリカンサイズのものではなくて、これは2インチサイズの公害カットフィルターを、この ASI 2600MC Pro に つけて使ってみようかなと思って買いました。まだアメリカンサイズのものはこれ発売になってないような気がします。2インチサイズのものしか出てないんですが、だからウラヌス C とかネプチューン C2 では使えないんですけれども、この ASI2600MC Pro には対応しているので使えるということで取り替えてみたいと思います。 ASI 2600MC Pro にフィルターをどこにつけられるかっていうと、というよりは、シャープスター13028強烹の接眼部分のところにフィルターアダプターがついてるんですね。ちょっとこれ外さないとつけられないので外しています。はい。ここに今ついてますね。と光ってるのでわかるかな。ここに今、 サイトロンジャパンさんのクワッドバンドパスフィルターっていうのが、この一番上についてます。で、これを外して、この L、アルティメットに交換してみたいと思います。はい。やってみましょう。やってみましょうって言って、ただ回してね、外すだけなんですが。<laughs> はい。外れました。ちょっと不安定だな。こうするか。 はい。で、これはこっちにしまっとこう。はい。これをここにつけるだけですね。はい。つきました。簡単でしたね。こういう風にして付け替えました。オプトロン。L。アルィメット。ですね。で、これをここにつければいいですね。 ほこりだらけだな。ちょっとほこりを取ろう。すごい風だな。取れない。取れない感じですね。これ外れんのかなあ、外れますね。これ一度も掃除したことないなはい。取れました。これがあの補正レンズですね。フラットなってやつです。これがあるので、この京都は、 非常に高性能な映像が得られると。全然誇り取れませんので、諦めましょう。ね、レンズクリーンなので <laughs>、綺麗にすればいいんですが、めんどくさいので、めんどくはい。で、これをつけます。フィルターをつけたもの。はい、つけました。今日はですね、実は、 あんまりスカッと貼れる気配がないので、実は撮影するというよりは、フィルターを交換したので、えー、これでフラット撮影、バイアス撮影、ダーク撮影をして、次の撮影に備えるということをやってみたいなと思っています。クワッドバンドパスフィルターで、フラット、ダーク、バイアス撮影はもうね、30秒とか60秒とか、 いろいろファイルはできているんですが、まあそれ使い回せばいいだけなんですけれども、やはりフィルター変えるとちょっとね明るさが違っちゃうので、フラット、ダーク、バイアス撮影を今夜はやろうかなと思っています。まあ雨が降らなければね、別に補正ファイルを撮影するのはね、特にこういう薄曇りの日っていうか、 曇りの日にやるのがいいのかなと。雨降ったらできないけれども、晴れてれば星空ライブやりたいんですが、スカッと晴れそうにない時は、こういうフラット補正のファイルを作ったり、ダーク補正のファイルを作ったり、バイアス補正のファイルを作ったりするのがいいんじゃないかなと思ってます。60秒で20枚とか撮ると、それだけで20分かかりますね。 で180秒でで枚るると、もうこれ1時間かかるわけですね。だからフラットダークバイアスのこのファイルを作るのに最低でもね1時間とかかかるんであんまり明るいところでやると良い結果が得られないかなと思ってえ暗い夜にやるのがいいかなと思っているので今夜はその作業に当てたいと思っているところです。 L アルィメットに妨害カットフィルダーを交換したのでその成果がどうなるかっていうのを検証してみたいなというふうに思っています。はいまあ、その分ね露出時間を長くとらなきゃいけないので今まで30秒とか60秒で取っていたのを今度は120秒とか180秒とかねさらにそれより長いのでやってみたいなと思ってるんですが。 それやるとね、星空ライブでライブスタックの時間がかかって、電子官房的にはあんまりね、あのスピードが遅くなっちゃうので、良くない面はあるんですけれども、F2.8 のこの共闘なら、そういうね、明るい共闘ですから、意外といけるんじゃないかなと。街明かりを全部打ち消してくれて、明るい都会でも、 この l アルティメットのフィルターの効果がどれぐらい使い物になるのかっていうのを検証してみたいなと思っているところです。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。えい。えい。これは使わないね。はい。ということです。